はいというわけでセンサーこんな風にしちゃいましたはいどうもこんにちは森本です今日はですね ABS のランプが点灯したというねハイエースを見ていこうと思いますじゃあまず早速ランプがつくかどうか確認していきたいと思います はい。エンジンかけたんですけども、ABS のランプが消灯しませんでしたね。突きっぱなしになってました。これだとね、ABS 異常を来たしてるんで、そもそも ABS が効きませんで。なおかつですね、車検もね、このランプが点灯したままだと受からないので、もうね、すぐにでもね、修理しないといけません。じゃあね、原因を探っていきたいと思います。はい。幸いですね、この方のハイエースはですね、OBD2 のカプラがあったので、 機械を使ってね、診断していきたいと思います。でカプラーの位置は、えっ、ー、と、OBD2 のカプラーですね。運転席足元、左足の上って言ったらいいんですかね。これですね。ここにあります。はい、じゃあ診断機つないだんで、故障コードを見ていきましょう。はい、出ましたね。えー、っと、スピードセンサー FL なんで、フロントの左ですね。 左前のスピードセンサーの異常を検出していますはいえっ、ー、と診断機を当てたら左の前のスピードセンサー異常って出てたんですけどもこれでねいきなり左の前のスピードセンサーを交換するのではなくてですねきちんとね単体検査をしてで異常を確認できたら交換するというねこういう手順を踏んでいかないと誤診断とかにつながる可能性もありますんで診断機に頼りきるねことはしない方がいいですねじゃあえっ、ー、と確認をしていきたいと思いますはい 単体検査といってもですね特に難しいことないですねえー、とこのカプラーを抜いてこの端子間ですねセンサーの端子間の抵抗を測定するだけです基準値は0.92から1 2 2 k ムなんでこの間にあれば正常なんですけどもこれの基準より外れていたら異常ということでセンサーがダメだっていうふうに判断できますねじゃあ単体検査をしていきますセンサーを見るのにタイヤが邪魔なので取り外していきます はい。ABS センサーですね。これですね。これが ABS センサーです。車速センサーですね。で、これのカプラーは、を辿たどっていくと、はい、ここまで来て、で、ちょっと僕取り外したんで、ここのね、抵抗を測定していきたいと思います。はい。このように、テスターにつなげてみました。ですがね、 抵抗値はオーバーレンジ OL って出てますんで断線してますね断線してるんでやっぱりねセンサー不良で間違いなさそうですねはいこれが新品のセンサーですね一応新品のセンサーも測定してみましょうはい新品のセンサーもテスターにつないでみました そしたらね抵抗値が1 0 4 6キロオームですね基準値がこれでしたね0.92から1 2 2キロオームの間にあればいいんで新品はやっぱりね基準値にいました今ついてる今車についているセンサーは基準値を大きく外れてるんで ABS ランプが点灯したということになりますねじゃあ、えー、とセンサーを交換していきますで ABS センサーを取り付けているボルトなんですけども、1本がこのように車体の下から潜り込まないとおそらく取れないと思います。で、この画像にあるように、これですね。このボルト、このボルト1本とですね、残りは足回りについているこのボルト2本、残りは ABS センサー本体についているこのボルト、合計4本ですね。 これを取り外さないとダメです。そして ABS センサー自体の取り外しはボルト4本で止まっているだけなので特に難しくないんですけれども ABS 本体側ディスクの方についているローターの方についているボルトは錆びついている可能性が非常に高いので緩める際は慎重にしていった方がいいと思います。 とこんなふうに言ってますけどもこのあと僕いろいろやらかしますんで、えー、全然人のことが言えません、はい、このね ABS のセンサーの取り付け部ですねここがねよくね錆びててね外しにくいもしくは外れない時があるんでまあねこう今ね僕ねちょっとねペネトン塗ったんで、まあ、これで浸透させたりしてねまあ地道にね焦らずゆっくり取っていきたいと思います はい、というわけで、センサー、こんな風にしちゃいました。あのね、もうね、どうしても取れなくて、で、CRC 吹いて、で、まあ、熱加えれるところは加えてですね、ああだこうだしてたんですけども、もうどうしても取り外せなくて、もうちぎっちゃいました。で、もうここはね、開き直って、ハブ、えっ、ー、と、ハブというか、ディスクですね、ディスクを取り外して、もう裏から叩こうと思いましてですね、このように、えー、ハブの分解の方に入っちゃってます。 で、これですね、調べてみますと、100件のハイエースの ABS センサーを交換する際はですね、大体こんな風にして固着してて、外れないっていうパターンが多いみたいですね。なので、あの、他の人もどうやらこう、ハブを外して、裏からドスぐという方法を結構している方がいらっしゃるみたいです。えっとね、こんなこと言ってるとちょっと言い訳っぽく聞こえるんですけども、なかなかね、取れなかったです。 で、まあ、そうやって、あの、ハブ外さずにやっててもね、時間食うだけだと思ったんで、もうここはもう、ちょっと、いっそのこと、めんどくさいんですけども、ハブこうあの、ハブの取り外し中、まあ、追加作業は加わりますけども、えー、取り外して、で、裏から、どついて、えー、取り外そうと思いまして、このようにやってます。で、まあ、どん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 進めていったんですけども、まあ、ベアリング外して、で、裏のバックプレートがですね、このようにボルトで止まってました。で、このボルトがですね、なんかあの、 タイロットエンドの部分に繋がっていました。普段あまり100系のハイエースの足回りの分解というのをやらないので、まあ、この機会でちょっといい勉強にはなりました。これから100系ハイエースの AB センサー交換されるという方はですね、このような追加作業もあるかもしれないということを頭に置いておく方がいいかもしれません。 バックプレートを取り外しますとこのように a b s センサーが丸見えになります。あとはここにまあ適当に当てがってですね、ハンマーで叩いてあげれば外れました。ただ結構どつかないと外れなかったので、やはりあのハブを外して抜く方が結果的には正解な方法だったんだと思います。取り外したセンサーはこのようになっています。サビ自体はそんなにないんですけどね、あのかなり硬かったです。 でここでちょっと苦労したのが清掃ですね。新品の ABS センサーがなかなか入れなかったので相当磨き込みました。一番効果的だったのは粗いペーパーヤスリ、僕は80番ぐらいのペーパーヤスリをあのこの棒の、棒のヤスリですか棒ヤスリに巻きつけてこのように磨くというか擦る感じで、えっと、中を掃除しあげました。こうすると結構きれいにすることができました。 ABS センサーが無事に入る、えー、すんなり入るということが確認できましたので、元通りに組み付けていきます、えー。まずバックプレートですね。バックプレートをつけていきます。この2本、下の大きなボルト2本は裏から割りピンで止める必要があります。これちょっと動画、組み付け時の動画は抜けていますが、割りピンで組み付けるということを覚えておいてください。 シャフトの部分にベアリングのグリスを塗っておきます。はい、そうしたらですね、ハブアッセンブリを取り付けていきます。そして、アウターのベアリングと、ロックバッシャー、ロックナットをそれぞれ取り付けていきますで。ここでベアリングのプリロード調整というものをしていきます。で、プリロード調整の大まかな流れを言いますと、 一応、規定トルクで締め付ける。で、その後、ハブを回して落ち着かせてから緩める。で、また締め付けて、回り始めの力ですね。これ、バネばかり等を利用して測る。で、その回り始めの力が規定になるまで、ベアリングを締め付けて調整していくという風な流れになっています。で、回り始めの力等は、車種によってバラバラなので、養老所を見て、しっかり確認しておいてください。 そしてプリロード調整が終わったら割りピンで固定させておきますそしてハブキャップを打ち付けて取り付けます最後にブレーキ周りも元に戻してやっと ABS センサーの交換作業が完了になります はい、新品の ABS センサーに交換したんですけども、まだこのように ABS のランプがつきっぱなしになっています。この場合はですね、診断機等を使用してリセットをする必要があります。このようにスピードセンサー FL 系統異常がまだ出ていますので、診断機を使って消去をしてあげます。 チェックランプの消灯が確認できましたので今回の整備完了になりますはいということで今回は ABS センサー交換の紹介をさせていただきましたよろしければチャンネル登録と新着動画やライブ配信の情報を知りたい方はベルマークを押して通知設定をオンにしてください最後までご視聴ありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょうさよなら